それでは、まあ、キャリアモードでいきましょう。まあ、移動して、次は甲府と、まあ、とりあえず試合やっていきましょう。セカンド、サードカラーで、スタート。やっていこう。よし、スタート。カメラはリーグのトップスコアラーを映しています。今日もゴールが見られるのか期待させてくれる選手です。いや、そんなん言われてもね、無理はもう無理っすよ。こんにちは。今日の試合の解はい、説こにんにはち福西は。崇史さんをお迎えしてお送りします。よろし福くお西願いさん、しどうまぞよろす。しくお願いします。よろしくお願いします。では早速頑張試合りにます参りましよ。ょうか。今日じはゃあヴ頑ァン張りフォまーレし甲ょ府がアルビレックス新潟と対戦します。う。さあ、今日は本日のア勝ウェーてるチーのムかはな。いかがでしょうか。シーズン開始時の目標は下位グループからの脱出でしたが、チームはスタートダッシュに成功し、ここまでは期待以上の出来です。さらに上も狙えますね。よし、頑張ろう。今試合開始のホイッえ、スルが吹かどう、れましあ、やた。ば。狙いどころが悪かったね。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。一般的な532ですね。穴ができにくいシステムです。ボールを運びゴールに襲いかかります。よし、いいよいいよ。ルーズボールになっています。小泉慶、あー、くそ。ここはシュートチャンス。キーパーがこれを止めた。あの距離からのシュートをよく止めましたよね。いや、コースコー狙ナーってからなかっゲームたはか再ら開でね、す。あんな取れると思わなかったもん。お、入るか。ディフェンスがシュートをちゃブんロッとコク。ース狙ってれば入ったよ。もったいねー。もったいないかったよ。ボザニッチ。いい形でゴール前まで持ってきました。これは止められます。小泉慶、小よ倉し、翔守ろ平、守ろ守ろ。ゴールに向かっています。このそパれスでいいんはだ、そカッれでトいいんされだ。ました。矢野起生、危険な位置です。緊張感が増してきます。絶妙なパス、いいボールが出ました。よ今ノリに乗っているし。攻撃陣がまたもやゴールを生み出しました。まだ1点のリードですが、勢いに乗ると止まりませんからね。油断はできないですよ。いいとこにパスあしてくのれ距た離からよ。はきっちりと決めてきますね。いや、は角い、度もいいところだっ近すぎた。ても意外と難しいものですが、落ち着いていましたね。前半14分、先制点が生まれました。さあ、狙おう。さあ、スタジアムのテンションが上がります。あ、パスがダメだっボールたを奪ね。いました。さあ、どう組み立てるか。狙い場所がちょっと良くなかったよ。ドリブルで相手を揺さぶります。サイいいドでよ。ボールをインターセプオッケー。ト。小泉慶、落ち着こう。落ち着こう、落ち着こう。ボールを返します。ショートパスをつなげていきます。相手の動きを見、ゴールも狙える位置でのファール。意外とこの距離難しいんだよな。この
フリーキックは大きく外れました。完全なミスキックですね。どこを狙ったんでしょうか。どこ狙ったって言われてもね。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。スローインとなります。小泉圭、ニアポストにクロッキーパーが軽く抑えました。もうちょっと深いところ狙ってればね。あくそ、小倉翔平、もうちょっとでカットできた。川本昭人、これは残念。いいよ、ボールを手放してしまいました。いや、パス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 、無理に狙わなくていい。ボールを運ぶスルーパスが、これはチャンスだ。あ、呼び込みしなきゃよかったね。前に出しました。気を抜けません。シュートでよかったな。タッチライン終わりました。スローインです。ボールを大きく押し出します。よし、いいよ、キープキープ。小泉圭、いい形でゴール前まで持ってきました。シュートシュート、いいところに出た。キーパー反応した。ボールを弾く、コーナーキック、ゴール前に入れた。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。よしよし、いいとこ。コーナーに向かいます。いよいよ、ボールはエリアへ。コーナーキックはキーパーが簡単に抑えました。キーパーちょっといいとこ行ったな。もうキーパーが出てこなかったらシュートできたのに。サイドからサイドへ、危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールは相手に、奪い返せるか。ゆっくり攻めよう、ゆっくりゆっくりでいいよ。さあ、スタジアムのテンションが上がります。サイドチェンジです。佐藤です。リーグ屈指の破壊力を誇る攻撃陣が2点リードを奪いました。このまま乗せてしまうと、どんどんゴールを量産されてしまいます。何か対策を打たないといけませんよ。今日はどうしようもないですね。捕まりません。絶好調です。2点目のゴールを決めました。川本昭人、ボールが中盤でカットされました。酒井宣義、ボールを運びゴールに襲いかかります。小泉圭、佐古、うまいパス、ゴール、ゴール、ハットトリック、このゴールでハットトリック達成です。シェイ、一人で3点目を奪いました。ハットトリックです。ディフェンダーも手がつけられないといった印象でしょう。フリーにさせると危険です。さあ、揺さぶりをかけていく。このままいい調子でいこう。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。ボザニッチ、いい形でゴール前まで持ってきました。うまく読んだインターセプト。ゲームを作るパス、またまた通ります。引いてリードを守るのではなく、素早くパスを回しています。前方に運びました。前半終了です。スコア、いやー、3点も取れたけど、まだいまいちいまいち。前半は一方的な試合展開でしたが、後半のキックオフです。
小泉圭。スペースに出しましたがキーパーがいました。いや狙いはいいよ、まあ、呼び込んだのは俺なんですけど。危険な位置です。緊張感が増してきます。よし、ここは中央の選手にクロス。あくそ、絶好のチャンスを外してしまいました。これは悔しそう。これはやっちゃったという仕草も出ちゃいますよね。小倉翔平、この選手ですが前半はものすごい活躍でしたね。これ以上望めませんね。前半でハットトリックを決めましたよ。はい、ありがとうございます。味方にすると頼もしいですが、相手にいたら怖い選手です。いい、OK、パスをこの位置で防ぎます。さあスペースを見る。ここでシュート。あーくそ、シュートが弱すぎた。1対1でしたが決定力が足りません。やらかした。そうですね、あそこで決められないのはかなりもったいないですよ。フォワードとしてやっていけねえわ。あんな川本明人、いいパスだ。小泉圭、佐古、カウンターのチャンス、仕留められるか。これはいいぞ。狙ってくるか。あ、くそ、ポストだ。ボールへの寄せが非常に早い。ヘッドを使います。佐古、狙っていった。素晴らしいボールだ。見事な弧を描きましたね。完璧です。首位、さらに得点も追加しました。圧倒的ですね。相手の集中も切れたかもしれません。まだまだゴールが生まれそうですよ。この試合に関しては力の差が出てしまっています。ボールを運びゴールに襲いかかります。小川吉住、あ、遅い。これは強い。ここはシュートチャンス。キーパーにボールが収まります。いよいよ。加藤勝。狙いはいいよ。守備への切り替えが早い。ここで止めます。相手チームが優勢に試合を進め、ホームのサポーターたちは静まり返っています。そうですね、選手たちは試合の流れをつかめていませんね。主導権を握られている感じです。いい形でゴール前まで持ってきました。いいところに出た。ここはキーパーのスーパーセーブ。です。主審の判断はどうでしょう。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。俺、小川吉住、決めに来た。いいけい、オッケー。ナイス、ナイスシュート。いいよ、いいシュートだ。コースをついた絶妙なシュートが決まりました。見事なコントロールですね。いや、OK、いいよ、いい崩しだった。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。松橋勝、ヘリングでいけるか。サイドへ展開していきます。外へボールを散らしましたが、そこでカットされています。走り込んだ味方にスルーパス。これは狙えます。入った。これはナイス。
素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。あれは確実に決めないと。ボザニッチ、さあスタジアムのテンションが上がります。詰めろ詰めろ、よし、これは見事に奪いました。いいプレーだ。サコ、この選手は最近非常に調子がいいですね。はい、この試合でも鍵になりそうな選手です。え、パスパス、ゴールチャンス。これは入りません。あ、マジかよ。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたからしょうがないと思います。フレッシュな選手の投入です。ボザニッチ、オッケー、加藤勝、フィールドの中盤でボールを奪いました。川本明人、橋爪優輝、いや、ファールしなくて、危険な位置です。緊張感が増してきます。それでいいんだよ。加藤勝、ここは2人で回します。今日の試合は序盤から一方的な試合展開が続きました。最後まで一方的な内容で進みそうです。ボールを運びゴールに襲いかかります。 OK、 いいよ。ここでシュート。いや、ここはシュートじゃないだろう。もう角度ねかったぞ。角度が全くなかったですから無理に打たない方が良かったかもしれません。うん、そう思う。川本明人、いい形でゴール前まで持ってきました。ここで打つ。シュートは枠を外れます。いいんだよ、コース入ってればいいんだよ。イメージとは大きくずれてしまいましたが、コース入ってれば。これは見事なインターセプト。まだ距離はありますが思いっきり狙いました。狙いに行ってるっていうか、これはちょっとやってしまった感がありますか。シュート打ちたいだけじゃん。罰が悪そうにしてますからね。選手もしまったと思ってるんじゃないですかね。矢野貴章、キーパーにバックパスです。佐古、小泉圭、小川良純。さあスタジアムのテンションが上がります。いいパスだ、シュートだ。うい、とどめ。すでに勝負は決まっていますが、とどめの一撃ですね。最後まで集中力を消しませんね。FIFA18 って結構リアルだよな。試合はほぼ決まっていますが、まだ点を取りに行きます。肘にもついてるのが分かる、ね、この得失点差が後々に効いてくるかもしれませんよ。17もそうだったかな。17あんまやってなかったからよく分かんないけど。レフリーのホイッスルが鳴って、ここでタイムアップ。素晴らしい。試合が終了しました。圧倒的な存在感を見せつけました。絶妙なパス、いいボールが出ました。いや、これ決まると思わなかったんだよな、正直言って。このゴール、いや、ボールキープ数がな低いな。もしキープできるとか普通にパスするとかしないと。さあ、ちょっとトレーニング、まあトレーニングが毎回全部シミュレーションしてやりますけど、まあどっちかというとシミュレーションの方がいいんだよね。平均的に取れるから経験値ももらえる、平均的に経験値ももらえるから。あとは結構難しいのやってしまえば能力も上がりやすいですし。
まあ、とりあえず試合やりましょう。ホームか。まあ、とりあえず頑張りましょう。よし、スタート。本日は J1 の試合をお楽しみください。実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はアルビレックス新潟が FC 東京と対戦します。本日のホームチームはいかがでしょうか。ここ2、3試合はいい流れで来ているチームですね。今日もまたま勝だち点差を上げて、この流れを11位続けていくつもか。りでしょまだダメだな。もうちょっと得点で勝ち点取りたいね。今どっちかというと勝利していって勝ち点取らないと順位上がらないから。まあ、さあ、勝試合利がの始みまですりまね。す。まずは FC 東京のキックオフです。こちらがホームチームの先発メンバーです。どうやら攻撃的な4-5-1ですね。チャンスに人数をかけて攻撃できるかどうかがポイントになりまああ、す。狙いはこいい。こで網にかかる。惜しい、惜しい。酒井宣義、加藤勝、小いいよ。泉慶、パスつないで、キープで、キープ、キープ、ボール保持してればいいんだよ。ああ、これがダメなんじゃないか。ピーター・ウタカ、永井健介、FC 東京が攻める。いいよ、OK。小泉慶、ボールをドリブルで運んでいます。決めに来た。無ディフェ理やりンスすぎがブたロッな。ク。太田康介、ボールの動きが激しい。このゲーム好調な攻撃陣を要するホームチームですが、これまで挙げた得点数はリーグトップを記録しています。スタジアムのサポーターもゴールに期待しているでしょう。面白いゲームになりそう得点です取ったね。としても多分失点がそこまで結構してるような気がするんだよな。まあ、最近はしてないけど。佐古、ボールは再び足元へ戻されます。小泉慶、細かくパスをつないでいます。どこから攻めるでしょうか。シュート、見事なゴールでした。相手をマーク通りに動かしてのゴールです。この後も波に乗ってくるでしょうね。これは不運でした。ディフェンダーに当たってオウンゴールです。しょうがないですね。飛び込まないわけにはいきませんから。東慶吾、笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。田辺聡太、いい形でゴール前まで持ってきました。あれ、俺足当たってたかな、さっきの。素晴らしいボールです。いいところに出た。惜しい。悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。丸山雄一、そう、取れなかった。高萩洋次郎、いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。あ、くそ、ダメだな。あと、こぼれた。加藤勝、
小泉慶。ボールを返します。佐古、打ってきた。キーパー止めました。ここで決められたらコースに狙いついてしまうかもしれませんでしたからね。しかというと隙間上がったからシュートしてみたいなもんだから、入れば運が良かったなぐらい。さあスタジアムのテンションが上がります。大丈夫、ゴールキックで再開になります。小泉慶、佐古、加藤勝、チアゴ・ガリアルト。ここは森重がうまく読んだ。あーこれ多分取れないな。あおいいね、大野和成、小泉慶、チアゴ・ガリアルト。このボールは決定的、素晴らしい、素晴らしいけどちょっとタイム、よし戻りましょう。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。これで今日2ゴール、最初のゴールが自信になったのでしょうか。動きがいいですね。田辺壮太、あら宇多田、よしいいよ。このパスはカットされました。ボールを運びゴールに襲いかかります。 OK だけどちゃんとボールをできなかった、奪いました。キープできなかった。あーこれファールだわ。フリーキックとなります。東慶吾、いいよクリア、ナイスクリア。ゴール自分のも自分たちのボールマイボールにできれば。あーくそー、ちゃんと高萩陽次郎、東京スペースに見事なスルーパス。オッケーオッケー、カウンターを止めて相手は一安心でしょう。田辺壮太、ディフェンスをかわした。めれ、あファール、試合が止まった。イエローもんだわこれ。カードはありますか。あ出なかったか、よかった出てる。まああれはしょうがないな。ボールを取りました。さてどうする。カウンターのチャンスです。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。小泉慶、危険な位置です。緊張感が増してきます。あーもう次になった。
宇多か。余計いいよ。高萩洋次郎。スコアは2対0。さあ後半開始です。長井健介、ああダメだったか。ボールが足につきません。ルーズボールだ。よし、ドリブルで進んでいます。もう次だな。高萩洋次郎。オッケー、ボールを失った。いいよ、いい形でゴール前チャンスになりそう。打て打て打て。スルーパスが長いか。ゴールが決まった。最後は1対1ですが、それまでの組み立てが素晴らしいですね。何系でしちゃってんの。追加点を決めました。守る側が気持ちが切れてしまっていますね。集中しなければいけません。この展開は予想できませんでした。高萩洋次郎。 FC 東京が攻める。米本拓司。長井健介。よし、 OK。 ルーズボールです。ボールはどっちだ。ボールをドリブルで運んでいます。プレーは止めません。主審が流していますね。あ、俺スルーしちゃったよ。高萩洋次郎。あれスルーだ。いや、スルーでも小泉圭めっちゃいいけど、なんかダメだな。さあスタジアムのテンションが上がります。ドリブルでボールを持ち出しています。これは来た。あ、くそ、ディフェンスがブロック。された。室谷聖。いいタイミングだと思ったんだけどな。サイドへ展開していきます。ここはインターセプト。しっかり予測していました。落ち着いています。シュートだ。宇高のオフサイドです。ここで宇高が下がります。このカットは大きい。しっかりと奪いました。あ、でかいな。ボールは再び足元へ戻されます。あ、ダメだ。よし、 OK。 誰もいなかった。加藤勝。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールがこぼれました。どうなる。きれいに曲がりました。いいよ。両チームの点差がさらに開きました。この通過点が相手に与える精神的ショックは大きいですよ。かなり一方的な試合展開です。キーアイスタンブルのアクロスやチャンネルアンド BT わらユーメイクサム A わらエサムミリオズわらアントドゥチェックアウトマイチャンネルジャストルックアップベニラアンダーバーわらエーファーアンドマ。スローインで試合が再開となります。矢野貴章。真ん中にクロスを上げた。英語か。英語を訳さねえとな。攻撃を組み立てられません。矢野貴章。読めねえ。英語はとっさじゃ読めねえわ。すいませんね。いい形でゴール前まで持ってきました。あー、ダメだ。タックルでボールがこぼれました。いい、パスパス。サコ。へい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 。再び戻す。キーパーが構成。やっと本来のプレーが出てきましたね。 FC 東京選手交代です。
ボールを入れました。いいボールでしたがここはクリア。サコ、英語はちょっと読めねえわ。ルーズボールになっています。困るけど、いいカットです。ボールを奪いました。ちょっとやりますよ。惜しい。よし、ここで打つ。あ、くそ、シュートはちょっと強引か。ボールを置きます。惜しい惜しい。いいよいいよ。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ボールの動きが激しい。大野和成、小川良純、サイドのスペースが広く空いています。パスをつなぐことでしっかりとゲームをコントロールしているように思いますが、いかがでしょう。そうですね、しっかりと意図を持ってパスを回していますね。ゲームを作っていますよ。大久保が突破を見せる。 OK、 小泉、 A だけどポジション全然良くなかった。小川良純、この展開を予想するのは難しかったんではないでしょうか。いやーダメだ。になった。丸山雄一、ゴールチャンス、シュイ、ゴール。これで3点目、ハットトリック達成です。これでハットトリック、ゴールラッシュが止まりません。素晴らしい点取り屋ですね。チームの攻撃を引っ張っています。試合も終盤に差し掛かっています。逆転は厳しいかもしれません。東京の攻撃です。あとアディショナルタイムと、あ、違うな、3分でアディショナルタイムだからね、厳しいよ。パスが通った。これは来た。 OK、 小泉圭、さあスタジアムのテンションが上がります。あー、ちょっと呼び込みが良くなかったな。審判の笛が鳴り、この瞬間ゲームが終了となりました。ハットトリックできてもな、いまいちいまいち。確かにね、本来の位置すごい違うとこにいたよ。次カップ戦か、厳しいなカップ戦な。よし、始めよう。700、やっぱ720の通常に標準の方がいいんだよな。遅れが結構あるな。いや、こっちが、よし、始めよう。過去のこうした大会から分かるのは、グループステージの第3戦はチームの命運を決めるゲームだということです。
そうですね、ここの勝ち点3は非常に大きな意味を持ちます。大事なゲームになりました。今日はアルビレックス新潟がセレッソ大阪と対戦します。まあ大事な試合だよ。前回ハットトリックしたっけ。なんかそこはよくわからないけど、今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。攻撃的な 4-5-1 を採用してきました。中盤の守備が厚くなります。セレッソはスペイン語で桜を指す言葉で、桜は大阪の鹿でもあります。そうなんだ、知らんかった。チームカラーもそれに合わせてピンクです。知らなかった、初めて意味知ったよ。前半開始です。キックオフ、インターセプトできたけどいまいちだな、多分攻めがいまいちだな。危険な位置です。緊張感が増してきます。よし、もらった。チャンスになりそう。試合前半もまだ30分以上残っていますが、もうスコアに動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。落ち着いて決めました。いや、あのコースは止められないですね。いいところにボール来て、この角度からも見ましょう。いいところに出たからよかったよ。いいゴールだ。ゴールが生まれたのは開始3分。ゲームが早くも動き出しました。あ、くそ、タイミング悪い。杉本健雄だけどな、層が厚いからな。佐古パスマソ、小泉圭ミッドフィールドでボールを取りました。狙いはいいんだけど、ボールを運びゴールに襲いかかります。シュートだ。いいよ。取ってきましたが大きく外れてしまっています。いいよいいよよ。 OK、 大野和成、酒井範義、山口蛍。すみません、このカットは大きい。しっかりと奪いました。惜しい。いいよ。 OK、 佐古、矢野希少。ダメだな、パスで崩そう。酒井範義、いい形でゴール前まで持ってきました。いいところに出た。ここはキーパーのスーパーセーブ。スローインです。ここに打つんだけどな。さあ味方も連動して動いてくる。あ、ダメだな。ボールパーソンからボールが渡されてゴールキックからのリスタートとなります。どんまいどんまい。山口蛍、清武博士、これは見事に奪いました。まだポジショニングが悪いって言われる。さあスタジアムのテンションが上がります。矢野希少、笛はないようです。足を止めてはいけませんよ。いやー、あとで多分イエローとか出そう。さあどうだ。危険な位置です。ここは力のないシュート、簡単にさばけます。柿谷陽一郎、よし、パスミスしてくれた、ありがて。佐古、ルーズボールです。ボールはどっちだ。田中雄介、
マテイ・ヨニチ。ここはドリブルで前に出ます。柿谷、OK、落ち着いています。加藤勝、ボールは再び足元へ戻されます。スルーパスが味方に通る、スペースにスルーパス、俺が決めるだけ。ちょっとうまいパス入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。いいところにスルーパス出してくれたから、これ決められた。いいよ、えい、素晴らしい。清武博士、この試合は勝ってね。田中雄介、中盤でボールをカットしました。1位とかにしたい。ボールを運び、緩いなパスがな。このパスはカットされました。ボールがこぼれた、まあ、どちらが取るでしょうか。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。あーダメだな。よし、 OK、 おしゃれに行きましたが、これはカットされます。いい形でゴール前まで持ってきました。マイナスのクロス、あこのシュートでのハットトリックはならず。いいボールが来ますから、まだまだチャンスは来ると思いますよ。そっちか、誰もいねえよ。いいとこ狙うな、キーパー裏走らせんな。ちょっとコースが甘くなった。最高のボールが出た。ここはキーパーが執念のセーブ。それでいいんだよ。コーナーキックになりました。ボールはエリアへ。パンチが取ったか。いいよ、 OK。 小泉圭、加藤勝。固まってる。さあスタジアムのテンションが上がります。このボールは決定的。 OK、 いいよ、ゴール、いいパス。このシュートはいいコースに飛びました。素晴らしいパス回しで相手を崩し、素晴らしい最後のパスにつながりました。さらに得点も追加しました。いいパス回しだった。圧倒的ですね。相手の集中も切れたかもしれません。 OK、 まだまだゴールが生まれそうですよ。素晴らしい。チーム力の差が出てしまっているということでしょうか。山口ホタル、ファールだわ。ここでフリーキック、まあ速攻出されないようにだけできたからいいか。まあイランファールだな。危ない。小泉圭、試合をリードしつつ素早いパスでボールを保持しています。危険な位置です。緊張感が増してきます。パス回そう。短いパスをつなぎ様子を伺っています。ヘリングヘリング、再び戻す。長いろ中、杉本健佑。 OK、 いいよ。パスコースにはディフェンスがいます。あとキーパスがな。佐古、あ、ダメだ。うまく読んだインターセプト。いや、ここダメだね。ダメ、出した場所がダメだった。田中雄介、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。いいボールが出ました。あ、このシュートはゴールにはなりません。雨のせいにしちゃいけないですよね。いやー、あれは雨のせいじゃない、俺のせいだよ。スコアは3対0。さっきのシュート、ここでハーフタイムを迎えます。悔やまれる。この選手ですが、前半はものすごい活躍でしたね。いいんだけどな。2ゴール決めてるから、まあまあいいとしよう。
まあ、後半後半が始まりました。後半大事、このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。0点で抑えて、加藤勝、スルーパスが味方に通る、前に押し出します。狙いはこのボールは外に出てスローインでの再開となります。ロングスローか、酒井則吉、さあどうしますか。ここは中央の選手にクロス、あーくそー、ボールを運びゴールに襲いかかります。プレッシャーをかけられます。シュートでもよかったかな、さっきの。杉本健雄、ファールを取りました。これは厳しかったか、パス失敗です。いまいちだな。酒井則吉、おい、クロス、クロス、クロス、ゴール前まで持ってきました。ディフェンスの網にかかる、ボールを取られました。惜しいな。さあスタジアムのテンションが上がります。矢野貴章、ここをどう出ますか。前に出しました。 あれ絡んでたら多分オフだったな。いや、あれ絡んでたからオフか。いや、オフじゃなかったのかな。清武博、危険な位置です。緊張感が増してきます。惜しい惜しい、よし、 OK、 しっかりとしたディフェンスです。パス回そう。サコ、チアゴ・ガリアルド、あー、パスの角度が悪いな。ここで網にかかる、走ってたのにな。OK、 小泉圭、これは見事に奪いました。ここは2人で回します。ボールを運びゴールに襲いかかります。 OK、 いいよ。タックルでボールがこぼれました。加藤勝、このまま上がろう上がろう。ここはドリブルで前に出ます。チアゴ・ガリアルド、このボールは決定的、ゴールが決まった。このゴールでハットトリック達成です。いいパスだ。これでハットトリック達成、チームの攻撃を牽引しています。決定力が違いますね。これもキーパーが見えない位置だ。チャンスをことごとくものにしています。偶然だけど、 いい活躍だよ。素晴らしい。大量リードを許した状態で再びキックオフです。ボールの動きが激しい。酒井則吉、下げていいんだよ。横へ展開をします。クロスを入れたい。ファーにクロスが入った。ここはキーパーが簡単に抑えました。ボックス中の方にニアサイドっていうか、そうじゃ、いい形でゴール、いいところに出た。あー、そう、よかった。シュートは浮いてしまいました、はい、ここで選手交代です。この選手、今日は見事な働きでした。スタンドからも大きな歓声が上がってますね。サポーターも満足しているでしょう。酒井則吉、小泉圭、いけた。さあスタジアムのテンションが上がります。そうぜ、
山口ホタル、水沼コーター、杉本健雄、キーパーがクロスをパンチング、いいボールを入れてきましたが、カウンター、カウンター、クリア、危険な位置です。緊張感が増してきます。打った、シェイ、当たって入った、素晴らしい。ワンサイドゲームとなってしまいました。いいカウンターだった。水沼コーター、清武、ボールを運びゴールに襲いかかります。清武、今日はディフェンス陣が相手にチャンスを全く与えていませんね。はい、前線から守備ラインまでがしっかりと連動して試合をコントロールできていますね。あー、ちょっと良くなかったな。清武、博、山口穂太、いい形でゴール前まで持ってきました。清武、博、あー、前に入れなかったな。さあ出すか。さあフォローも来ています。そうぜ、柿谷陽一郎、ヘイ、小川、良純、さあスタジアムのテンションが上がります。バカだ。山口ホタル、パスミス強い、そうです、ミスすぎる。山口ホタル、ボールがこぼれた、どちらが取るでしょうか。小川、良純、佐古、これは狙います。的に打っていきます。キープはいたしません。交代選手がピッチの脇に待機しています。シュートで終わることは大切だ。試合はここで終了です。いい試合。危険な位置です。緊張感が増してきます。チャンスになりそう。いい試合だった。次が普通のマッチ。スタメンか、ありがてえけど、ここまで好調維持できるかな。なんかそこが問題なんだよな。さあ始めましょう。こんにちは。皆さんお待ちかねのこの時間がやってきました。この試合を実況させていただくのは西岡明彦、私のお隣、解説には福西崇史さんもお迎えしています。福西さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。あ、解説の人と実況の人、よろしく。今日はアルビレックス新潟が柏レイソルと対戦します。今日はホームチームはどうでしょうか。このチームにとってはここまで素晴らしいシーズンになっていますね。今シーズンはリーグ中位グループへのランクアップを狙っていましたが、それ以上の成績を残しています。シーズンを通してこのパフォーマンスを続けることが大事です。頑張ろう。さあキックオフ、前半キックオフです。
ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な4-5-1ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。チアゴ・ガリアルド、惜しい惜しい、あーっとこぼれた。ディエゴ・オリベイラ、サポートの選手も寄ってきた。大谷秀和、伊東純也、こっちもそう熱いな。ディエゴ・オリベイラ、パスをこの位置で防ぎます。加藤勝、カウンターのチャンス、ここは決めたい。よし、くそ。クリスティアーノ、危険な位置です。オフオフオフ、裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。クリスティアーノ、走り込んだ味方にスルーパス、スルーパスで長いか。ナイスキー。ここはレイソルのコーナーキックです。クリアクリア。酒井宣義、運びゴールに襲いかかります。難しいシュートでしたが枠を外れます。普通にミスった。伊東純也、いい形でゴール前まで持ってきました。ファーポストにクロスが、ここはキーパーが死守。加藤勝、よし、いけいけいけ。さあスタジアムのテンションが上がります。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。伊東純也、クリスティアーノ、危険な位置です。緊張感が増してきます。遠くから強引にシュートを打ちます。このシュートは精度を欠きます。ゴールを脅かすには至りません。積極的に攻める姿勢は評価しましょう。加藤勝、サコ、ボールを運びゴールに襲いかかります。ドリブルでうまいパス、やりました。あ、ダメだ。クリアすべきでしょう。ここで網にかかる。伊東純也、少し囲め、いい形でゴール前まで持ってきました。クリスティアーノ、森田がしっかり決めました。いいよ、キーパーさん。勝ち越し点が欲しいところで、コーナーキックのチャンスです。生かしたいでしょうね。中に入れた、伊東純也。まあしょうがないな。大谷秀和、下がってボールをもらいます。このプレーはフリーキック、うまいだな。このボールは相手にクリアされました。小泉圭、よし抜けた。ボールを持って中に入る。何が狙いでしょうか。ゴールを狙う。しゃ、試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。決められたのはいいけど、ゴールキーパーにディフェンダーに当たりました。
ついていないゴールですね。懸命にブロックしようとした結果ですから仕方がないでしょう。大谷秀和サイドへ振る。どこまでドリブルするのでしょうか。上げさせるな。これは見事なインターセプト。さあスタジアムのテンションが上がります。中村康介がしっかり止めました。ラインを割ってコーナーです。コーナーから中へキーパーパンチング。このカットは大きい。カウンターくらいしっかりと奪いました。オッケー。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。危険な位置です。緊張感が増してきます。シュート素早く詰めたい。いやだけどシュートはなコース入ってないからな。コース狙えてないから。ここは2人で回します。大野和成ボールを運びゴールに襲いかかります。チャンスになりそう。リーグ最高の攻撃陣がまたしてもゴールを生み出します。止めることはできないのでしょうか。かなり警戒されてはいるんですがその上を行くパフォーマンスを見せてくれますね。これはもう自信にあふれているという様子がうかがえます。ディエゴ・オリベイラ、タイミングが遅い。クリスティアーノ、いい形でゴール前まで持ってきました。クリスティアン、このスルーパスは長すぎたか。決めに来た。いいよ。しまったという様子を見せてますね。今の場面ですとそう思ってしまいますよね。抜けたか。大谷秀和、伊東純也、惜しい。さあスタジアムのテンションが上がります。加藤勝、落ち着こう落ち着こう。前半終了です。いいよ。スコアは2対0。非常にいいスタートだ。いやだけどな、いまいちだな。シュートがちょっといまいちな気がする。後半の45分が始まります。あ、くそ、普通にカットできたな。危険な位置です。緊張感が増してきます。クリスティアーノ、危ない。このボールはタッチを割ります。スローインです。ユン・ソギョン、ボールが足につきません。ルーズボールだ。じゃなかった。ディエゴ・オリベイラ、クリスティアーノ、大津勇気、前に進んでいます。いくつか選択肢があります。ディフェンスが奪い返します。この選手ですが前半はものすごい活躍でしたね。早くも2得点ですか。ハットトリックを狙いますね。まだまだですよ。リードしているのはこの選手のおかげです。伊東純也、パスをこの位置で防ぎます。加藤勝、ボールを運びゴールに襲いかかります。ここで折り返したい。チアゴ・ガリアルド、ここはボールを奪いました。シュート打たせた方が良かったな。いい読みでしたね。クリスティアン、1点差にできるか。
ファインセーブを見せました。いいよいいよ。ここで選手の交代です。より攻撃的にいくということでしょう。コーナーキックをキーパーが簡単に抑えました。いいよ、パス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 で嘘。矢野起床うまいな。いい形でゴール前まで持ってきました。パスが通った。ゴールを狙う。あーくそー、このシュートでのフィニッシュが下手くそ。いいボールが来ますから、まだまだチャンスは来ると思いますよ。竹富康介、審判はフリーキックの判定です。まあどんまいどんまい。選手の交代があります。得点を取るための交代と見るのが妥当なところでしょう。このボールは相手にクリアされました。大谷秀和、ディエゴ・オリベイラ、おー危ない。まだボールは生きています。そう止められたじゃねえかよ。伊東純也、クリスティアン、ここはディフェンスが対応します。加藤勝、佐古、さあスタジアムのテンションが上がります。走り込んだ味方にスルーパス。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。これは見事なパスカットです。危険な位置です。緊張感が増してきます。あーやべえ、審判だと思っちまったじゃねえかよ。ディエゴ・オリベイラ、クリスティアーノ、絶好のチャンスを外してしまいました。これは悔しそう。これはやっちゃったという仕草も出ちゃいますよね。タイミングが悪い。ボールを運びゴールに襲いかかります。佐古、ボールを取りました。さてどうする。ホイッスルはなし。主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。小川良純、いい形でゴール前まで持ってきました。いいパスだ。このシュートは全く枠へ飛びません。コーナーを狙ったんでしょうが完全にずれてしまいましたね。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。クリスティアン、あ打たせるな。竹富康介、ナイスコース。ここは決めておきたいところですね。もう少し落ち着いてプレーしたかったですね。いいよ。佐古、味方にスルーパスを狙い、ここはよくスペースが見えていました。ここは中央の選手にクロス。惜しい惜しい。ゴールラインを割ります。スタジアムの雰囲気はピークに達しています。福西さん、選手にとってはありがたい声援ですね。はい、疲れも吹き飛びそうです。佐古、さあスタジアムのテンションが上がります。ゴールへの寄せが非常に速い。ボールが足につきません。ルーズボールだ。あーくそ。危険な位置です。緊張感が増してきます。パス、さらにパス、
ショートパスをつなぎゴールチャンス。あーなんだよ、外したか俺。いいレフリーのホイッスルが鳴ってここでタイムアップ。まあいいよ、試合が終了しました。走り込んだ味方にスルーパス。スルーパスが長いか。いまいちだな。1試合かな今日は。よし、スタート。まだ試合は始まっていませんが、リーグトップスコアラーの姿が見えています。サッカーをお楽しみの皆さん、こんにちは。西岡明彦です。解説の福西崇史さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は川崎フロンターレがアルビレックス新潟と対戦します。本日のアウェーチームはいかがでしょうか。チームは今シーズン素晴らしいパフォーマンスを見せています。リーグ中位グループへのランクアップを目標にし、ここまでは期待以上の結果を出してきました。ファンの興奮も高まる一方ですね。このゲームのゲストチームですが、好調な攻撃陣を中心に奪ったゴール数は現在リーグトップの数字です。攻撃陣は自信を持ってプレーしているでしょうね。面白い試合を期待できそうです。全然ないんだけどね。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 4-5-1 ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。さあ頑張ろう。はい、キックオフ。試合開始です。あ、パス回していこう。最初は森谷健太郎、大島亮太、川崎の攻撃です。小林優、オッケーオッケー。ボールを失いました。加藤勝、ここはドリブルで前に出ます。サコ、よし狙い目、決めに来た。このシュートはちょっと強引すぎたか。コーナーです。ボールはゴール前へ。コーナーは相手に渡りました。ボールが足につきません。いいよ、ルーズボールだ。決まるか。狙っていった。ディフェンスがブロック。森谷健太郎、えい、山崎亮平、
いい形でゴール前まで持ってきました。これは狙います。あー、くそ。そうですね、そうですね、ちょっと辛そうですね。エドアルド・ネット、フロンターレが攻めに出ます。サコ、山崎亮平、ルーズボールになった。エドアルド・ネット、小林、あ、ダメだ。中村健吾、オッケーオッケー。山崎亮平、小泉慶、ボールを運びゴールに襲いかかります。一パス、中にクロスが入った。いいクロスが入りましたが誰も触れません。矢野貴章、サイドへ展開。OK、これは勝因になります。いい、加藤勝、矢野貴章、チアゴ・ガリアルド、いいパスだ。ディフェンスに奪われません。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。どうやらサイドをつけそうです。中村健吾、そのまま返します。中村健吾へ、積極的に飛び出しました。ボールを確保。サコ、危険な位置です。緊張感が増してきます。ディフェンダーを抜いた。サコ、ゴールが決まり、これで試合をリードしています。ずっと試合を支配していましたから、得点は時間の問題でしたね。素晴らしい流れからゴールが生まれました。チームとしてやりたいことが見えていますね。中村健吾、さあスタジアムのテンションが上がります。あ、くそ、ルーズボールです。ボールはどっちだ。大島亮太、まだまだ安心できません。スローインです。矢野貴章、小泉慶、佐藤、キーパー反応した。ボールを弾く。コーナーキックになりました。コーナーからエリア内へ、中央へのボール振り抜いた。キーパーがコーナーキックを弾き出しました。中に入れた。ここはクリアされました。大野和成、佐藤、まだあります。コーナーでリスタート。コーナーから中へ、いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。おい、カウンター食らうぞ。おい、ケイ食らせた。大島亮太、このカットは大きい。しっかりと奪いました。加藤勝、いい形でゴール前まで持ってきました。あっと、中村健吾、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。山崎亮平、酒井宣義、このパスは読んでいました。ポジションかぶってたからな。三好浩二、エウシーニョ、サイドのスペースが広く空いています。サイドへのパス、ここはカットされました。攻撃失敗です。エドアルド・ネット、
川崎の攻撃です。いや前でボールを運んでいます。小林優、危ない、見事なセーブ。ここはしのぎました。いいよ。ここはフロンターレのコーナーキックです。中に入れたエドアルド、ネット危ない場面でした。はい、今のは危険でしたね。酒井宣義、チャンスになります。山崎亮平、佐古、あっとこぼれた、大島亮太、ファールの判定。これはカードもありえますがどうでしょう。あーカードでねえろ。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。いまいち。後半は川崎フロンターレのキックオフで始まります。佐古、ボールを運びゴールに襲いかかります。チアゴ・ガリアルト、シュート。あーもうシュートするもこれは決まりません。残念そうにしています。惜しいチャンスでしたね。オッケー、ナイス、体の入れ方が良かったよ。ボールが中盤でカットされました。小林、オッケー、ナイスナイス、いいよ。加藤勝、さあスタジアムのテンションが上がります。狙える。ここはシュートチャンス。これは入りません。プレッシャーが厳しかったですね。余裕がない状況でしたからしょうがないと思います。小林、タックルでボールがこぼれました。小泉圭、こういうのを続けていかないと。横に振ります。チアゴ・ガリアルト、あー違うね、自分でシュートだったね、あれね。選手の交代があります。得点を取るための交代と見るのが妥当なところでしょう。ディフェンスが奪い返します。そう、ヘディングでのパス、危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールをドリブルで運んでいます。小泉圭、チアゴ・ガリアルド、ピンチを出します。うわ、森谷健太郎、中村健吾、フロンターレが攻めに出ます。前に進んでいます。よし、オッケー、ボールがフリーになりました。佐古、小川良純、どこまでドリブルするのでしょうか。見事な視野です。ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。パスを2人で交換します。いい形でゴール前まで持ってきました。あーどんまいどんまい、やりました。クリアすべきでしょう。森谷健太郎、ナイス、いいよ。プレーは止めません。主審が流していますね。これはもったいない、ボールを失いました。
また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、ボールを運びゴールに襲いかかります。前に出しました。よし、いいよ。頭を使います。小川吉住、パス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 、小泉慶、エウシーニョ、そのまま返します。中村健吾、川崎の攻撃です。ボールがフリーになりました。どうなる、前方に運びました。素晴らしいコントロール。矢野貴章、横へ展開。チアゴ・ガリアルド、中央の選手を狙ったクロス、中央で受けた、打てるか。このボールは相手にクリアされました。苦しい試合ですが、ホームのサポーターの歓声は大きくなっています。選手たちにもよく聞こえているはずです。このまま黙って負けるわけにはいかないでしょう。これはどうなりますか。ボールは戻されます。小泉圭、終盤リードしていますが素早くパスを回し続けます。森谷健太郎、さあスタジアムのテンションが上がります。小林、今のが決まれば同点でした。これはもったいない。選手交代があるようです。奈良達希、エウシーニョ、危険な位置です。緊張感が増してきます。ここはカウンターアタックを狙うか。タッチライン際を上がれそうです。膠着状態が続いていますが、試合終了まで何が起こるか分かりません。ゴールチャンス、シャイ、ゴールだ。圧倒的内容で試合を支配しています。これで今日2ゴール、最初のゴールが自信になったのでしょうか。動きがいいですね。中村健吾、エドアルド・ネット、あ、クソ、エウシーニョ、フロンターレが攻めに出ます。小泉圭、パスがまた成功。しっかりつなぎますね。テクニックとポジショニングがしっかりしているんだと思います。エドアルド、ハイネル、ここでゲームの終了を告げる笛が鳴りました。試合が終了した。いいよ、いい試合だった。だけどやっぱちょっとイマイチだな。違えた。今日はここでやめたいと思います。すいませんが今日はここで終了したいと思います。また明日もする予定ではいますけど、できなかったらすいません。もしよかったら、面白いなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。